ロトルア湖の位置ロトルア湖はニュージーランドの北島にあって道東,東で表面積が2番目に大きな湖である。その面積は7878ヘクタールに及ぶが平均水深はほんの11メートルで水量の点からは蕎麦のタラウエラ湖よりもかなり小さい。ベイオブプレンティ地方の中の38度 05S176 度 16E に位置する。 ロトルア市は湖の南岸にあり、ゴンゴタハの町は湖の西端にある。湖はタウポ火山帯にある巨大火山の噴火口からできている。最後の大噴火は14万年前にあった。その噴火後、火山の真下の溶岩だまりが崩壊した。残った丸いくぼみがロトルアカルデラで湖の場所である。火山起源の湖が他にもいくつか。 カツカザンタラウエラ山の麓に沿って東に隣接している。ロトルア湖には多数の河川から水が注がれており、ウタヒナ沢のような一部の河川にはロトルア地域の地熱活動のために湖より水温が高い水が流れている。反対にハムラナスプリングスやアワホウ沢のような北岸にある水流には摂氏10度の常温を保つ澄んだ水が流れている。 他の著名な流入河川には、マス釣りで有名なゴンゴタハ川が含まれる。ロトルア湖を流れる大きな水量に関わらず、浅い水深のため特に風の激しい天候の後の沈殿物から色がつきやすい。湖は釣り人にはよく利用されているが、ウォータースポーツ関係者や水泳者にはあまり人気がない。ロトルア湖は湖の北東の隅にあるオハウ川を通って、 直接ロトイチ湖へ流れ込む。この川は、ボートで航行でき、フライフィッシングをする釣り人に好まれている。オハウ川は、水深がとても浅い地域、モーレアデルタに繋がっている。この地域には、カヤックや、水泳の初心者がよく訪れる。すぐ近くには、テアラワ族のナティピキアオ氏族の先祖代々の土地がある。ロトイチ湖から、ロトルア湖の水は、 マケツの近くで太平洋に注ぐカイツナ川に流れる。2 0トル以内での海抜約3 0 0ルからの急降下は極限のカヤッキングやホワイトウォーターラフティングのために使われる地域を作り出している。湖の中央に近いモコヤ島は流門岩のドームである。それはおそらくニュージーランドで最もよく知られる湖の島で、 マオリ族の最も有名な伝説の一つ、ヒネモアとツタネカイに密接に関連している。湖岩の蝶の娘、ヒネモアが、モコヤ島に住む、恋人のツタネカイのもとへ湖を泳ぎ渡ったと、言われる、有名な恋愛物語である。ロトルは後半未だ活発な間欠泉と厚い泥、黙りを含む、湖の周囲の地熱活動のために、湖は、硫黄の含有量が高い。 このため、湖水は独特の黄緑の色合いをしている。ありがとうございます。